虚空を貫く石の巨塔、その巨大な建造物はケージと呼ばれていた。一人の少女がひたひたと歩いている。彼女にはケージで成し遂げたいある目的があった。あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょう。今のあなたは
ずっと喋れないもん。これは始まりの回。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。あの頃の僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで年に焼き尽くしは。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いかかしって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。
ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため、二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち。その一人が寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前、王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎがいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちのあの黒い敵が物語を正しい。もちろん俺が尺に触ったのか。ないぞ。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかけ、おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、そして男へ。男は静かにうなずいて少年。あなたの役割は黒い敵によって歪められた記憶の物語を、そして修復。さてこれからのこと、だいたいイメージできたかしら。そうね、今は難しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。
綺麗な場所。でもこんなに大きな建物、一体どうやって作ったのかしら。あら、もうメニューを開いちゃったの？せっかちさんね。しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。それでも、そうね、やっぱり説明が聞きたいのかしら。そうね、今は何も。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。やっぱり説明が聞きたいのかしら。そうね、やっぱり説明がしかもまだ手に入れて。二つ目はここね。準備はいい？往々にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所、機械の手足を持つ彼女もそれを求め、賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。得られる情報は漠然としている。だが女は獲物の匂いを確かに嗅ぎ取っていた。女は獲物を追い店を後にする。
女の前方に一人の荒い息遣い、その賞金稼ぎ。Thank you.